まだお入りになってない方いらっしゃったら、ぜひぜひ。なかなかね、直前でのお知らせだったので、ホームページ上では、今日の情報を担当させていただくというお話は、情報があるんですけど、なかなか伝わり出ていくのも難しいです。まあ、この方々もいらっしゃると思います。もしよろしかったら、せっかくですから、生声をちょっとお届けできた。というか、このサントリーの大ホールで喋るというのは、僕もちろん初めてですけれども。そうですね。基本、ね、おしゃべりが得意じゃないものですから、あんまり喋らない、極力喋らないようにしよう。自己紹介を。日本フィルのソロコンサートの大木谷さん。私も、1年が過ぎまして、今、コンサートマスターをしております、田野倉正明と申します。よろしくお願いいたします。自粛生活長くて、音楽家は本当に大変な期間、もう数ヶ月、本当にお仕事もないですし、それからやっぱり一人きりになってしまって、いろんなものをこう皆さん、音楽家それぞれ抱えて、なんかその時期を過ごしたと思うんですけれども、いかがでしたか、もう数ヶ月も前になりますけれども。そうですね、お仕事ができないものですから、普段こう我々同じ職業ですからね、こう練習はするじゃないですか。けどなかなか練習と勉強って全然違うもので、なんかいろいろこう自分の体の動きとかこう見直してたりとか、そういう時間にはなりましたけれども、自粛明けてやっぱり初めてお客様の前にいた時っていうのは、こんなにも自分がお客様から勇気をもらってたんだというのは、もう本当に身に染みてはなりました。そうですね、本当に再開当初は、やはり客席は完全クローズドにして、このサントリーホールでイジフィルも演奏会をさせていただいたんですけども、やはり、ね、もう弾き終わってもシーンとしてますし、出てきてもシーンともちろんしてますから、もう演奏会というのはやはり演奏家が、ね、まあ、こう舞台の上で弾くのが演奏会ではないんだなっていう、本当にそういう実感いたしましたし、お客様にこれだけ助けていただいているっていうのは、本当に改めて、本当に心からなんていうかな、ありがたく思いましたし、これがないのは本当に寂しいというふうに感じました。日本フィルも演奏会ができなかったですから、さまざまな苦難がありまして、それを皆様の温かい心で本当に今日まで助けていただいております。お手元のプログラムの冊子の中には少し詳細があるんですけれども、まだまだこれからもう年単位で、大変なことが待ち受けているというのが現状です。日本フィルは自助努力で、いろいろやっておりますけれども、本当に皆さんあってのオーケストラ、日本でも本当にそういうタイプのオーケストラなのではと思っております。何卒また今後も支援のほどよろしくお願いいただくと思います。しかし今日はですね、これまでにそして温かい気持ちでサポートしてくださった方に、とにかく早くお礼の場を設けて、本当に私たちから、感謝を述べていきたいと、もちろん演奏を通してというのもあるんですけれども、こういうサントリーホールを使って、それから今回ブルヘッダーっていうんですけれども、スタートマスター2人こう並ぶ機会もありましたし、せっかくですから、皆様に何かお届けして、感謝の気持ちをここで表せないかなと思って、いろいろ相談をして、そしたら快く受け入れてくださいました、はい、この期間、やはりプログラムの変更があったり、それから出演者の変更とありますけれども、一つこの期間で、興味深く見る一面としてはですね、やはり日本のアーティストの方にすごくスポットが当たっているというところがあると思います。もちろん外国からの素晴らしい演奏家、指揮者が来て、そこに刺激をもらって、私たちもそうですけれども、いい演奏会を、味わうというのはすごく至福の時でもあるんですけれども、いや、日本にもですね、こうしてものすごく素晴らしい、そして支えてくれる立派な、大変立派なアーティストも揃っております。
本日のソリストの竹澤京子さん、本当に素晴らしい音色で、昨日も横浜で宮戸未来で本番だったんですけれども、もう圧巻の演奏でしたし、それから指揮者業界といいますか、今日は若手のホープ、川瀬健太郎さんが来てくれておりますけれども、こうした若手の、力もすごくオーケストラを助かっております。そしてキャンセルが続いてしまうその定期演奏会、それでもなんとか演奏会をこぎつけた時には、実は日本の巨匠のいわゆる先生方も本当にお忙しく、いろんなところを駆け回って日本のオーケストラを助けてくださっております。そんな中で私たち本当に頑張っていこうと思っておりますので、ぜひぜひまた会場へ、この、ね、期間が少しでもこう良くなっていきつつ、こうそれを希望を持ちながら、ね、またホールでお目にかかれるといいなと思っております。それでは本当に短い時間なんですけれども、バイオリンの20奏で皆様に演奏をお届けしたいと思います。曲目はモーツァルトのバイオリンソナタ、これはまあピアノと弾くことが、ピアノやチェンバロと弾くんですけれども、これをですね、バイオリン2本に編曲したものがございますので、その中から第1楽章をお届けしたいと思います。それでは短いですけど、ゆっくりお聴きください。
Thank you.